Kuma Fishing Club。 今回は釣り人が多く場所がなかったため、ここに来ました。初めての場所と干潮からのスタートです。釣り開始と同時に底引き網船が来ました。こんなところで釣れるのでしょうか。最初はカゴ釣りでやります。餌取りすらいない状態です。時刻は3時過ぎです。2時間くらいの釣りです。スートをしましたが、後ろが土手で投げにくいので、浮き釣り仕掛けに変更します。何かヒットしましたが、干潮で上げにくいです。ヘダイでした。嫁、ヒットです。嫁は荒かぶをあげました。私は棒浮きでやっています。西日で水がくてすみません。こんな場所で釣りするなんてアホですね。当たりです。あちゃは、エソでした。
あたりです。エソの2連チャンです。当たりです。今度はゲラでした。ほら、ダメバイ。当たりです。ゲダイでした。満ち潮に変わって、魚も変わったみたいです。嫁も、ゲダイを釣り上げました。また、嫁ヒットです。また、ゲダイでした。また、嫁、ゲダイをあげました。私にもまた、ゲダイです。どれだけいるのでしょう。また嫁、ゲダイです。日も落ちてきたので、最後です。早送りします。当たりです。
やっぱり、ヘダイでした。猛感です。短時間でしたが、楽しめました。今回、持ち帰り分です。